はい、それでは準決勝開始です。まずは難波選手、森からラノアールのレフトでスタートです。こちらかなりいいスタート。そうですね、マリガン号にしては最高の。はい、それから鴨駅選手、追われる商人でターン終了です。さあ3マナから2ターン目にして翡翠光のレインジャーレフトップをめくって、まずはマンホークの枝あたりはキープするか。それは墓地を落として2枚目をめくります。それも1の探検、こちらも落としてターン終了ですね。さあこの選手2ターン目、じゃあすでに 4-3 のクリーチャーが2ターン目にして登場ということで、さあこの選手どう動くでしょうか。まあ、こいつが 4-3 になるってのは白系のデッキに対してはかなり嬉しいですね。同系とかだとひたすら土地がめくれてほしいんですけど、はい、なるほど。さあここで鴨選手はアザントの先兵で対応ということで、そこで4点払えば破壊不能を得られるのでいい返し方だと思います。さあ難波選手続けてはいくのは翡翠光レンジャー2体目、まず1枚目採取、採取これは土地があれば拾っていきたいですが、どっちにしろ上の方が良さそうに見えますけど、土地も多分あったと思うんで、ただ4枚目の土地が多分無色ランドで、ちょっとそれ以降の土地がないと手札に今チパカブラが見えたんですけど、それも唱えられない。うん、まあちょっと車が一マナしかないと。ここは最終最終上に置いて4-3アタックします。まあ、実際土地を探しに行きたいのはあると思うんですけど、今墓地にすでに探検クリジャー2体落ちてるんで、最終で2体回収するのが土地1枚分に比較的近い動きをするので、はい、このカードも2マナで2枚回収できるって相当おばけなんですね。最初見た時こっちはレアなのかなと思ったんですけど、さすがレアって感じで使ってみたら回収してもいいし、相手の全体除去を食らわせてもいいという感じで、さあ鴨選手3-1アタックです。ナバ選手ライフで受けて、鴨選手としてはちょっと止めたいですね。これいいですね、はい、そして3マナでベナリアシということで、ナバ選手も鴨選手もかなりどちらもベストムーブに近いような動きをしてられますね。ナバ選手としてはどちらかというと、もう攻めて攻めて相手がブロックしなきゃいけないような状態にする方がいいんで、なるほど。さあここからどういった展開になるか、はい、ドローは先ほど見せた最終最終、ここ 4-3 にてアタックしていきますね。まあ、ここは仮にダブルブロックされたとしても回収する強いターゲットが1体増えるんで、はい、うん、さあ追われる商人と人形トークンで1体を相打ちに持っていこうという形になりました。これ相打ちになりますが、追われる商人こちら死んだ時に11のトークンを生み出します。さあ難波選手続くターンはどう動いてくるでしょうか。はい、ここは最終最終2体のクリーチャー回収ですね。1位の方の探検と翡翠光のレンジャー、そして拾ったカードをすかさず唱えると。これめくれたのはミヤンリードですが、どうですかね、ちょっと5枚目の土地そうですね、なさそうですね、はい、終了ですね。さあここまではほぼ五分五分でしょうか。まあ、ちょっと難波選手が今のところはリードしているように見えますけど、鴨選手としてはこのターンあたりから、はい、巻き返しが図れると一気に傾きますね。はい、4マナに一気にもかなり強いクリーチャーやプリンズオーカー入ってますので、カモさんのデッキは結構4ターン目にギアが変わるので、アジャニだったり4マナのプライチプライチオールと速攻付与するソーサリーであったり、さあこう勝負のターンにしたいところですが、カモ選手どう出るでしょうか。まあ、ただちょっともう難波選手の攻撃もなかなか通らなくなってきてはいるので、はい、普段に土地がなさそうですかね。そこちょっと見えにくいですが、ここはアダントの先兵でアタックしていきます。アダントの先兵も結構ライフ右に払えるようで、結構そうですね、意外と対戦で攻めてきてると、はい、考えないと苦しくなってしまいますが、ここは通ってさらにボロスの挑戦者、さらに1マナ、さあ鴨選手かなり丁寧なプレーの仕方が丁寧でいいですね。そうですね、今もちょっと悩んではいますが、
ここでクリーチャーを展開しながらの召集で短い捌きをラノワールの F に唱えていきましたね。これやはり土地が伸びてないという判断でしょうか。いやこれね、ミドミドがないんですよ今難波選手実は。あ、先ほど回収した七子のレンジャーここで止められないと。で明らかにも土地は止まってるんで、はい、これ素晴らしいですね。もうパッと見サイズが大きなクリーチャーに行きそうなものですが、そうですね、僕だったら多分七子のレンジャーに打ってしまいそうなところですが、またちょっと裏目がいろいろありますから、難波選手が土地をもう1枚引いて手札にビビアンを持ってた場合とかはもう1回探検もされてしまいますし、裏目がちょっと多いので、難波選手マホコの枝あたりで土地を探します。最初の2枚目がめくれましたが、まあ、ちょっと先ほどった状況が違いますね、はい、もうストレートに土地を引いていかないと間に合わないので、さあ攻防地を落として土地を探したいところです。アタックするのも結構もうちょっときついですね。難しいですね。次にはトークンが 4-3 になってしまいますし、ボロスの挑戦者がクリーチャーを一体強化しますし、うん、攻め方が本当にやらしいんですよね、はい、ただの真っ当な攻めではないのでいろんなことをしてくるので対戦するのも難しいですが、結構使うのも難しい感じに見えますかね。いや対戦する方がやっぱ難しいかなと思いますね、はいはい、なるほど。さあここで左足第3章の能力を誘発してトークンが4歳になります。さあ鴨選手どうアタックしていくか。パッと見このまま行くと、ベナリア氏のトークンが 3-2 で止められて、ボロスの挑戦者が 4-3 で止められて、はい、ここで軍団の上陸ということで、ここは3体以上でアタックしたいところでしょうか。なんか全部言ってよそうですけどね、パッと見そんなに鴨選手が不利になりそうにはないので、はい、鴨選手トークンとアダントン先兵とボロスの挑戦者を重ねました。あと2体の追われる商人と11のトークンも行くでしょうか、まあ、ここまで行くんだったらもう全部ですね、ほぼ一体残す、一体残し全部いた方がそうですけどね。はい、さあここで4体アタックです、うん、これで軍団の上陸が変身、土地に変わります。さあ難波選手ここはどうブロックしていくでしょうか。なるべく戦線は保ちたいところだとあると思うんですけれども、その造船者のメンターの能力によって追われる勝利は2になっています。ボロスの挑戦者はヒスイコのレンジャーでブロック。ここでボロスの挑戦者はプラス1プラス1のそうですね、修正を自分で加えることができるということで愛知に持っていきました。ここでお互いクリーチャーがかなり減ってはいますが、まあ、ただアダントも変身したんで、がぜんカモ選手のペースですね。やっぱちょっと難波選手もまだ土地も全然ないんで、はい、最終6バナの方までもはるかに遠いですし、でカモ選手はもうアダント変身したアダントを使って息切れも防げている状態なので、はい、まあ、やっぱり今遠く行っても良さそうでしたけどね、はい、これで難波選手2枚目の森を引きました。あ、ここ土地あ、ここでようやく土地を引きましたが、ちょっとねここはやっぱサイズ1個大きくなるだけで全然違ったんですけどね、はい、トークンが今のとこ相打ち止まりなんで、これだと鴨選手がなかなか止まりづらい、うん、ここは土地よりもカウンターの下がったという、まあ、土地とスペルっていうバランスが一番良かったですね、はい、なかなかちょっと噛み合わない探検になってしまっていますが、さあ鴨選手続けて攻めていくところでしょうか。鴨選手の盤面にはトークンが3体とアダントの先兵、難波選手の盤面には11カウンターが乗った探検のクリーチャーと翡翠湖のレンジャー 2-1 という状態です。アダント1体できたらレンジャーで止めるのもありえそうですけどね。さあここは全軍アタックです。 3-1-1-1-1-1-1-1 と、ここはまずは1体を 2-3 に止めます。の認知の非正規のレンジャーをブロックに回すか残すかというところですが、うん、今のところかなり価値は低そうですからね、うん、タフネ1のクリーチャーにどれだけ価値があるかというと素直にトークン対応してもいいかなという気はしますけど、う
パー2以上のクリーチャーと相打ちできなそうですよね、このコース。うん、まあ、そうですね、はい、そもそもカモ選手が不利だと思ったらそういうクリーチャーは攻撃に送り出さないんで、はいはい、ここは2体と、3体通してライフが6。依然ナンバ選手厳しい状況が続きます。カモ選手もここは追加のクリーチャーを出すのかどうでしょうかね。手札が1枚土地なのが見えたんですけど、うん、もう1枚がアンタッピンですね。ということは2マナのスペル、マナでおお強い強調艦隊向こう水、対戦相手のクリーチャーをあ、スペルを奪えるということで2枚クリーチャー回収、これはかなり強い動き。いや強いんですね、あのクリーチャー本当に最初最終を取るのが一番強い。ああなるほど、6マナで流された回収に出して2体回収しても、はい、一気に取り返せますし、はい、ここでさらなる4マナでチュパカブラでとりあえずボロスの挑戦者を除去しますが、まあ、止まらないような盤面がなっています。依然としてちょっとねアダントが止まらないんで、はい、しかもこの強調艦隊向こう水先制攻撃ということで戦闘もね強い。そうアジャインとかで1回強化すると本当にもうなかなか止まらないんで見た目以上に厄介ですね。そこはアダンド先兵1体でアタックです。そしてブロックさせて、まあ、自分は4点を食らって破壊不能と。さあ鴨選手クリーチャーを追加して2番目を固めていきます。鴨選手なかなか先は土地を止まっていて今度は土地がちょっと多く引きすぎてしまっているという感じになっていますが、ナンバ選手、はい、もう最終最終あと1枚しかデッキに多分ないと思うんですけど、うんはい、まあ、鴨選手仮にそれが飛んできた場合にも備えて全体状況の強い場面をちゃんと作り上げて、うん、もう今追われる商人とアダントの変身した土地があるので、はい、まあ、この状態で一掃されてもライフかなり押し切れそうですけどね。さあ今ラブに限ると環境名人戦準決勝の模様をお送りしております。準決勝はナンバーナイア選手ゴルガリミッドレンジ対カモリキ選手のボロスアグロの対戦をお送りしております。さあ4マナこれ唱えたのはゴルガリの女王ブラスカ。ここはまずプラスで土地を意見下げてライフを確保しつつドローを進めていきます。さあそして1マナラノワールのエフでオーケー。ナンバー選手です、ねはい、ビビアンも手札にちらりと見えたので、はい、すごいですね。このカモ選手が静かに殴るだけだと、はい、意外と逆転までつながるかもしれないです、うん、カモ選手が優位に見えますがまだちょっとわからない。いや、ナンバ選手もしっかり巻き返してきた感じはしますね、はい、これどう攻撃するかっていうのはかなり難しいですよね。ライフを削り切れるか。4点はまあ盤面だけでも通りそうですが、はい、3点かラノワールのエルフもモブロックに参加して3点、うん、なるべく有利な盤面でターンを渡したいカモ選手です。うん、ちょっと手札が土地土地だとすると、はい、なかなか全員で殴るのも厳しそうですがスペルがあるか。カモ選手の手札2枚、そして盤面にはダントの先兵追われる商人1位のトークンが3体と強調艦隊の向こう水という盤面になっています。基本的にちょっとここで全員殴るとカモ選手結構損をしてしまうんで、うん、もうちょっと追加の何かがないと全員では行きづらいですね、はい。まあ、このターンはダントだけで本体に殴って様子を見てもいい気はしますが、まだライフ払える状況ですかね。うん、まあそうですね、もう1回は全然大丈夫だと思います、はい。さあこう全軍アタックいきました。おそらく本体、はい、そういう難波選手が受けます。ここは 2-3 で、向こう水をブロックしつつアダンドの先兵に対してはラノアルエルフを差し上げます。差し向けてこれ通るのは3点、残りが4。カモ選手も半コンでライフ12ですかね。
いや5から3点減で8。これで3点減して8ですから、ね、多分8対7。難波選手が、あでちょっと取ってるのが5かな。あ4か、4対8。4対8。はい。さあ前後アタックして難波選手ここで巻き返したいターンになります。手札にはビビアンリード、森があることが分かっています。理事会のさばきを壊しても、はい、お攻めますね。ここはおブルガリの女王ブラスカリのマイナス能力で、確かにこれを払いづらい。カモ選手ここで払ってしまうと残り4になって、はい、ナンバー選手が2匹で攻撃したときにアダントの、トークンを出したときにトークンが死んでしまうと本体が、うん、ライフが持たないんで、これは確かにかなり払いづらい。除去1枚で死んでしまう盤面になるのを、はい、どうするか。ここはさすがに払えないですかね。そうですね、普通の除去1枚で死んでしまうのは結構可能性は高いですからね、はい、まだ1枚も送信とかも引いてないんで。そうですね、まだ最終最終のみ見せている状況で除去打ってないです。そう、除去ここまで打ってないんで、はい、チパカブラのみしか打ってないの でインスタント除去、はい、カモ選手に対抗策がないとここの4点を払ってしまうと、はい、ここはそれだけで死んでしまう。素直に除去されていきます。これでもかなり難波選手がぜん巻き返してきたように見えますね、はい、まだちょっと鎌選手のトップ次第では一気に押し切られてしまう可能性は残ってますが、盤面だけで見ると、はい、難波選手巻き返してきている、はい、さあここで5マナ、ここはビビアンリードでしょう。そこでマイナスで1時間の坂巻きを破壊します。そしてラノアールのエルフが豆に戻ってきました。もうこうなると難波選手時間さえあれば2匹のプレーンズホーカーでライフも回復していきますし、はい、カモ選手はちょっとトップデッキが必要ですね、うん、ないといけないですが、引いたのは土地でした。さあここは殴り返せない。ナンバ選手に必要なターンを渡します。手札送信ですかね。いや送信は今引いたように見えました、はい、さあここでプラス能力、ここはクリーチャーはなしで土地です。森林の持ちを手札に加えてのしげみ歩きですかね。おまずは水晶のレインジャー、チパカブラ、チパカブラは残しますかね。あってもそうですけどね、うん、これは残しました。そして水晶のレインジャー 4-3 の状態にします。さらにゴルガニの女王ブラスカによってパーマネント1に下げてライフを5に戻します。すごいですね、もうカモ選手がトップデッキしても巻き返せそうな、巻き返せなさそうな、はい、盤石まで近づいてきてますね。あんなに押し込まれていたんですが、これがゴルガリの粘り強いところですね。さあ、チパカバリによってトークンを破壊します。さあどんどんと難波選手の盤面が出来上がっていきます。ですがカモ選手追加のクリーチャーキーカード引きませんね。今ヒロイクレインフォースメント多分しばらくの間ずっと待ってたんですけど、はい、もうヒロイクレインフォースメント引かれても逆転できないですね。なるほど、なんかもうトップデッキは1枚では足りなくなった、はい、ちょっと場面を難波選手のしげみもいよいよ関係ない状況に、はい、そしてのしげみ歩きからのマンホールの枝あたりで探検。さあ土地を回収しつつライフは8、かなり安全な圏内に入ってしまいました。もう今回収ランドも場にあって墓地にレインジャーもいるんで、はい、次のターンが来てしまうとほとんどゲームオーバーですね、うん、盤面にクリーチャー7体、しかもプレインズホーカー2体コントロールしています。この状態でゴルガリを返すのはかなり難しいでしょう。そしてさらにパーマネントを検出下げてライフは9、そしてターン終了です。カモ選手に増えていくのはトークンが増えていく 1体のみということで、ここでベナリアシを引きましたが、ちょっと時すでに落としですかね。まあ、でベナリアシ唱えます。完全に形勢が変わってしまった。いやすごいですね感じになってしまいました。あのラウンド3で止まってる時はもう絶対そのまま押し切られると思っちゃいましたけどね、うん、はい、ここを乗り切る、これがゴルガリの強さと。またもうこうなると、はい、ブラスカの奥義が炸裂して、はい、前回アタックでカモ選手はもう不利なブロックをせざるを得なくなってしまうさあここでベナレーションを破壊します。さらに相手のクロックを減らしていく、あのもうクリーチャーを増やさせないことが、はい、
もうブロッカーが減ると、今ベナルシを壊すのとブロッカーを減らすのが同義なんで、はい、サナマ選手3モノで、これは粘土を機能像から翡翠光レンジャー回収して、さらにクリーチャー増やします。そして引いてました、最終最終。まあでもこれ引いても引かなくてもちょっと関係ないような、もう盤石ですね、はい、これで絶対逆転の目も積んでおいて、はい、相手に強制的にブロックを、不利なブロックを強制させて、はい、もう本当に逆転が絶対できないような盤面を作り上げる、はい、サブラスカ次のターンには奥義を使ってというところで、はい、カモ選手投了を選択しました。はい、ラブニカのギルド環境明治戦準決勝第1ゲーム目は難波直江選手ゴルガリミッドレンジが勝利いたしました。難波選手やっぱプレー丁寧ですね、はい、さっきの試合もそうでしたけど、ちょっと引きが噛み合わなくても、そうですね、ここまで持っていけるというのはやはりプレイヤーの力という、諦めないですし、はい、最後の最後まで的確なプレーも続けますし。さあ、ここからサイドボードに移ります。さあ、先ほど違ってどういった展開になるかというところなんですが、まあ、基本的にはそんなにサイドインするかとゴルガリは変わらないんですけど、うん、まあ、ちょっと黄金の死がやっぱ聞きづらいんで、はい、かなり展開依存なんですよね、相手がアダントを引いてないとだし、そもそも抜いてるかもしれないし、うん、この選手は4枚トクアトリの偽情兵を、ね、そうですね、あとは一斉検挙もちょろっと入るかもしれないですね。なるほど、一斉検挙はパー3でしたっけ、パー4、タフネス4、タフネス4でしょうか。なので自分には全く被害がなくて、うん、対戦相手ののしげみ歩きと、殺戮の暴君とかをまとめて対処できる、うん、ということで、まあ、かなり今回だとブロスアグラの方が相性が改善される。そうですね、はい、ちょっと先ほどみたいに黄金の死で盤面全部を持っていくみたいなことはなかなか起こらないと思うので、うん、なるほど、かなりサイドボードも見逃せない戦いになりそうですね。はい、ただいまラブニカのギルド環境名人戦準決勝の模様をお送りしております。1戦目は難波奈良選手が一歩先取しました。やっぱ強い人の条件というか、はい、やっぱどこをなんか諦めるとこが普通の人より遅いというか、うん、普通の人だったらもう畳んでしまいそうなとこでも最後の最後まで的確にプレーすると逆転できるというのを、まあ、渡辺優也選手を見てるときに僕は一番よく思ってたんですけど、彼は本当にまだ投了しないんだと思うところからよく勝ってて、はい、まあ、それがやっぱり渡辺優也選手と他の選手の違いなのかなと、まあ、そこで、ね、単純にいっぱいになってしまうのか、その望みをね、つなげて一勝するのかっていうのはかなり違うところだと思いますので、やっぱそこで投了する人って逆転が見えてないんですよね、はい、で続けてて勝つ人ってのはそれが見えてて続けてるわけ で、はい、で実際に勝てるところも含めてそこがすごいなと思いますけどね。僕がだから早く投了しちゃうっていうのはもう逆転できないと思ってるんですけど、まあ、実際最善のプレーを続けてると実は逆転できてた可能性があるっていうのにそもそも気づけてない、うん、っていうのはとても大きな問題なので、うん、僕もそれを見てから、はい、あんまり投了しなくなったつもりですが。なるほど、まあ、ここからどう引けば相手がどういう動きをしてくれば勝てるかどうかっていうのを考えてプレーするっていうのがやはり強くなる近道です。そうですね、まあ、追い詰められた時にちゃんと逆転できるっていうのを知っておくことも大事ですね、うん、さあサイドボードが2人とも終わってシャフに入っています。一方ではかなりお互い最初のムーブはかなり良かったんですが、そうですね、ほぼ完璧に近かったんですけど、難波選手の土地が止まってる間にどん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 劣勢になって、そのまま鴨選手が押し切るかと思ったんですが、はい、まあ、土地を引いた後は難波選手はゴルガリのまあカードの強さというのを鴨選手も途中ね、はい、ちょっと土地が続いちゃったターンがあったんで、はい、6、7、8ぐらいストレートに引いちゃってた、うんうん、あそこでもう一枚スペルがあると全然違う展開になりましたけどね、はい、さあ2ゲーム目は鴨選手が先行です。ボロスアグロの先行というのは、まあ、かなり驚異的ですが、ゴルガリのギルドも入れてるんですね。1枚探知、はい、の塔が入るようになって、はい、マナベースを保管するために1枚入ることが増えました、はい、それまではほとんど入ってなかったんですけど、はい、さあトカトリの儀仗兵は送信で対処と、まあ、このカードが生き残ってしまうと何もできなくなってしまいますので、そうですね、ゴルガリのパフォーマンスかなり落ちますからね、はい、さあ鴨選手3ターン目はベナリアシと、まあ、ここまではかなり順調な滑り出し。ナンバー選手は魔王服の枝あたりで、ブラスカの侮辱をめくっていきます。これは墓地に落として
反動を置いては終了です。そうですね、先ほどのゲームなんですけど、難波選手 の、 あのライフ8の状態でブラスカをアダントに使ったのもかなりうまかったですね、うん、あれは対戦相手からするとなかなかに払えない絶妙な、実際送信があったかどうかまではちょっと見えなかったんですけど、まあ、持ってなかったとしてもブラフとして最上級だなと思いましたね、うん、あれは本当に相手の視点に立つと払いづらい、はい、さあ、この選手は2を得出しながらも A を割れる商人で単終了。この選手の場にはクリーチャー残らなくなってしまいましたが、まあ、ボロサガロクリーチャーが並ぶとね、やはり大変なのでここは素直にジャンプしていきます。そして3勝能力でトークン4-3と、はい、ここは送信で返します。ちょっとお互い4枚目の土地がなかったんですが、難波選手をしっかりさばいて、鴨選手ここで動きがなし、はい、3まで何もないっていうのは、いや多分サイドがちょっと重くなってるのはあると思うんですけど、はい、そうですね、手札かなり4マナ息が多そうですね。はい、難波選手、翡翠光レンジャーから2枚めくります。さあ4枚目の土地が手に入りました。さあここ鴨選手としてはここは引きたいですね。お、引きました。さあ4マナちょっと一手遅かったって感じですね。もう一手早いとさっきのダージャニからドカートリをもう一回墓地から呼び戻して、うん、今の探検もできなかったんですけど、うん、こうオレリアとアジャニありますがどちらから入るでしょうか。ちょっとアジャニでも物足りない感じはしますけどね。オレリアの方が多分2枚オレリアあると思うんで、まあ、オレリアから入ってもいいのかなと思いますけど、はい、まあ除去されてもまた次のターンに、そうですね、はい、攻め手を続けられるので、またこのターンは、追われる商人なんで相打ちになっても痛くも痒くもないですし、はい、あとですがここアジャニからで、うん、はい、これソカーレトリの異常兵を蘇らせました、まあ、これだと、はい、翡翠光のレンジャーが殴ってきても追われる商人で止めて、うん、ほとんどダメージなしでアジャニを守りながら、まあ、ヨマナといえば、まあ、チパカブラなどいますのでそれを守る意味でも、難波選手侮辱があるか、はい、ありますね、はい、うん、侮辱は渋いですね。追われる商人に、そう、いやどこに打つかなと思ってたんですけど、はい、こうするとトカートリでチャンプするかアジャニが死ぬか選べる、はい、おここはトカートリの方が大事だということでアジャニを差し出しました。さあここでこの選手も負けてはいません。オレリアを追加してトカートリの事業者に3の状態でアタックと、うん、難波選手今黄金の石を引いたんですけど本当に効かないんですよねこのデッキは。トカートリ行兵タフネス3っていう、そうですね、それも含めて、はい、もうそういう風に絶対構築されてるんですけど、うん、さあここは悩みどころですね。ターン終了ということで、さあオレリア、まあ、パッと見オレリアに除去が飛んできそうなターンではありますが、うん、オレリアにプラスしてアタックしました。ここはテイクですね。さあ資産マナでベナリア氏、さらにクロック展開していきます。さあ除去があるか、うん、これトロフィーアンサスの製品をトカートリの議長兵に、手札にチュパカブラが見えたんで、うん、まあ、これでオレリアを対処して、はい、さあ返しに難波選手もオレリア除去して動きたいところです。でも鴨選手はもう1枚オレリアあるのでまだまだ、いや分かんないです、お互い結構手札が多いんで、はい、あ、はい、さあ難波選手森を引いて、ここはあ、おビビアンリードでオレリア対処していきました。これ鴨選手にとってはどうでしょうかね。うん、できればあいつ、はい、レンジャー対処してビビアンも落としたいところですけど、うん、このターンはちょっとどちらもっていうのは難しそうですね。そうですね、オレリアはあるもののビビアンは生き残ってしまいそうな、はい、さあこの選手の動き、まずは土地をセットしてどう動いてくるか。まずはビビアンリーをアタックしていきました。22のトークンです。ここは相打ちですね。あのベナリア氏2枚目、さらにトークンが増えます。
まあ、ナンバー選手はここだけど黄金の死を持ってるので、はい、まずはビビアニードプラスということで、暴君かチュパカブラですね、はい、ここチュパカブラ選択。さあからの黄金の死を手札の一番手前に持ってきました。それが一番セーフティーですよね。はい、ここでトークンすべて全滅ということで、なかなか刺さらないと言いましたが、ベネリア連打に対しては強い、はいはい、そしてのし気味歩きで短縮です。おっと3枚目だから、ベナリアもちょっとこれだけ盤面が落ち着いてきてると、はい、3枚目整えます。オレイリアなかなか2枚目出さないですね、うん、出してもそんなに今、まあ、プラスする対象もないんで、うんうん、攻撃できるクリーチャーがいないんであんまり惜しくないという感じですかね。さあ生選手ビビアンリードで手札をどんどんと貯めていきます。あれだけ展開してるのに手札減らないですね、本当に。そうですね、最近の強いデッキの条件みたいなとこはあるのかなって気がしますけど、はい、どのデッキも本当に手札が減らないんですよね、なかなか。はい、そしてビビアンリードでのプラスで持ってきたのは翡翠湖のレンジャー、まあ、これによってのしげみ歩きが大きくなりますので、お2体目ののしげみ歩きからの翡翠湖のレンジャー。さあ1枚目の真夜中の死神、もうねライフの心配はほとんどないと言って過言じゃないですからね、はい、これ4回誘発するので12点のライフゲイン。そうですね、もうそんなことあっていいのかというぐらいの、さらに盤面にクロックを増やしながらですからね、はい、さあ、まあ、真夜中の死神これをトップに残すかどうかで悩んでいますね。これは墓地に送り2枚目これ送信と、これは残しそうですね、残しました。さあかなり盤面ナンバー選手固め始めましたね。もうこうなると、あしかし鴨選手も手札にあのカードが、あのカードとはサイドインした、あなるほど、カードはあった気がしますが、はい、そこでさあ一斉謙虚、あこれで、はい、のしげみ歩きは2体ともやられてしまいました。そして強化された 4-3 のトークになった。これもあって、はい、あのオレリアを出してなかったのはありそうですね。一斉謙虚であの巻き込まれないようにしばらくオレリア貯めてたと、はい、さあそしてビビアンリードをうまく打ち取った鴨選手、持ちを確認していますので、どうですかね、向こう水も先ほど決めましたが、うん、まあ、それかこれ以上展開すると単純に、最終最終とか打たれたときに盤面が吹き飛んでしまうので、はい、クリーチャーをそれでも追加すべきか。さあこれでまた分からなくなりました、まあ、ちょっとライフは多いですけどね、難波選手の、まあ、先ほどの12点ライフゲインはありましたが、盤面では鴨選手の方がそうですね、はい、優位を取っているように見えます。右の騎士と久我3体、次のターンには第3章によって強化されますので、さあここでアダンツの先兵を追加してターン終了です。さあ生選手ここで何か返したいところですが、まあ、生選手もけど本当にまだ6枚目の土地がない状態で手札がいっぱいあるんで、うん、全部スペルですからね。はい、ここはチパカブラで、騎士トークンを減らしていきます。まあ、次のターン第3章が待ち受けているので、なるべくダメージは減らしたいところですね。まあ、のしげみがだいぶライフを提供してくれてるんで、ここはそんなに無理することなく、はい、そして満を持してオレリア2体目です。ここはこのプラスはどうでしょうか、アダント先兵か、はい、アダント先兵にプラスして、さあ3体アタック、これは5点4点4点、5143443なんで、まあ、遠くに1体受け止めて他はテイクして、まあ、ライフに余裕があるので、そうですね、まあ、チパカブラを、生選手も丁寧にブロック対象を決めています。ここはチパカブラを差し出すか、うん、アダントを止めようか悩んでますね、うん、手札にチパカブラもう1枚は確かあったと思うんですけど、
オレリアはうち取れそうですけど、そうなると。ここは、はい、アダントン先兵をブロックして、赤間選手迷わず4点狙いかかる。あ、そうか。はい、レンジャー 4-3 なんですね。なので、このターン通して、オレリアを殺して、はい、次のターンから 2-2 を殴れないように。うん、はい、ここは8点入りますが、ナンバー選手もまだまだ巻き返せます。手札には、まあ、手札5枚ありますし、スペルも4枚ということで。さあ、ここはどう動いてくるでしょうか。何でもありえそうですね。今のまあテイクは最初最終とかがあってもおかしくないですし。さあ、ここ4枚チュパカブラでオレリア破壊。まあ、ただもうゲームのペースとしてはもうかなり難波選手に傾いてきてますね、はい、うん。先ほどのやはり12点ライフ得たのはかなり大きいですね。これライフ6と18だと全然違いますよね。そうですね、6だとやっぱアダントで結構押し切られそうなんですが、はい、これタージク3人速攻、そしてメンター能力、ここはどうですかね。全軍アタックします。いや、トークン一体はもったいないんで、はい、4-3で止められるとただ死んでしまうようなもんなんで、さあここは、はい、共同でトークンを 3-3 にして、このブロック次第で難波選手の手札の強さが透けてきそうですね。そうですね、頑張ってタージクを2匹とかで止めるとちょっと手札が弱そうかなと思うんですけど、うん、そんなのはちょっと悩んでる素振りもないんで、うん、これはこのブロックはおそらくあのカードが最初最終があるんじゃなかろうかと、はい、なるほど。ここはダントン先兵だけ受け止めて、タージクとトークンと、受け止めると。ちょっとあまりにも盤面に興味がなさそうなブロックだったんで、だからその 4-3 を残すことに何が一番価値があるかっていうと、はい、最終最終でプラス2を乗っけるのが、さあ満を持して最終最終です。こうなぜか自分のクリーチャーにカウント乗っけつつ、そうですね、リミテッドのお化けレアですけど、はい、さあそして一気に難波選手の有利となっていったでしょうか。選手ここで巻き返したいところですが、もう一枚一斉研究はちょっと持ってるようには見えましたけどね、うん、はい、とりあえずはレンジャーだけはどうにかできるが、ちょっと難波選手がこのターン、うん、ちょっと殺戮の暴君仮に持ってるとしてももう追加してこなさそうですけどね、難、うん、波選手のここまでの的確なプレーを見てると墓地に一枚一斉検挙があるんで、はい、うん、一斉検挙、はい、もう打たれてるの で, ですね、はい、そしてアダントの先兵を追加して、さあ難波選手小マナでビビアンリード、さあ手札整えていきます。そしてマーホークの枝あたりを手札に、そしてそのままキャストしていきます。うん、鴨選手結構きついような形になってしまってますね。まあ、ビビアンリードやっぱ奥義の強さもそうですから、はい、アドバンテージ提供能力も半端じゃないですからね、はい、うん、まあ、ここはビビアンリードアタックしていきますが、そのままていくと、そしてワイルド商人追加して単終了、まあ、その間にも南部選手どんどんと手札を蓄えていきます。これではなんともバッチリ、はい、その後で3、4というサイズですね、はい、からの土地を置いて単終了。さあ、鴨選手ここ状況を打開できるカードを引けるでしょうか。ここは何も選手単終了ということで、鴨選手の盤面にはワレル商人とアダントン先兵、そして難波選手ビビアンリードとマーホクの枝たり、そしてブロントドンということで、さらに手札を補充していきます。もう一枚今のしげみやき、そう引きましたね、ありましたね。さあ、のしげみやきかの探検クリーチャーという黄金パターン、ライフを得つつクリーチャーもどんどん大きくなっていくと、うん、ここから巻き返すためにはこの選手何が必要でしょうかね。いや、もうここまで来てしまうとなかなか厳しいですね、はい、もうついに攻撃し始めましたからね、はい、3位アタックです。ワレル商人を差し出して、もう鴨選手が仮に凄まじく攻撃してきたとしても、はい、まあ、もうビビアンリードを落とすのも
が精一杯ですし、はい、ここはここで投了ということで、はい、さあブニカのギルド環境名人戦準決勝ナンバーナイワ選手が日本選手で決勝進出です。